とこだよ。ゾウとライオンの看板をくぐってきてね、みんな待ってるよ。私たちの人気は見た目が9割だから、どうしたら喜んでもらえるか、実はよく考えてます。プロですから。お客さん来た、女の子来た、可愛さの見せ所、サービスサービス、木に登ったりタイヤ乗ったりだらけても見たり、ずっとずっとずっとね、ほんわかキラキラしててね。動物園は癒されるよ。老若男女問いません、問いません。遊びに来て来てパンダ館にいるよ。バイトのパンダくんは人目がなくなるとだらしなくなりがちだから、しっかりと教えなくちゃ。常勤ですからね。お客さん来た、カップル来た、いいデートになるように、サービスサービス、ボール持ったり滑り台持ったり、仲良しでいてね。私らは私らのままでいるよ。ずっとずっとね。お客さん来た、家族連れ来た、いい思い出になるように、サービスサービス、木に登ったりタイヤ乗ったりだらけても、仲良しでいてね。ずっとずっとずっとね、のんびり幸せ感じて。みんな楽しかった。また来てね。待ってる。